さあ、まずこちらですね、ラジオネームミニコさんからいただきました。ありがとうございます。危険なのは私の彼です。ん、先日私が彼の家に遊びに行った時のこと、うん、彼が2時間ぐらいで帰ってくるから暇だったらそんなに片付けといてと言い残してバイトに出かけてしまいました。彼の家を掃除することはよくありましたし、彼は、まあ、別に何も見られても困らんと、常日頃言っていたので、それはもう隅々まで綺麗にしていたところ、彼のベッドの下のわおな本やわおな DVD が入っている箱、この存在は、この存在は前から知っていますし別に気にしていませんと、あ、なるほどね、の後ろから新たな箱が出てきました。なになに、あいつどんだけコレクション増えたんだよと思い中を覗いてみると大量に出てきたんです。何が、セミの抜け殻が、うわー、はい、少なくともここ5ヶ月はなかったし、そもそも今は冬だしで、なんでこんなところにこんな大量にあるのか彼に聞きたくてたまらないのですが、なぜかこの話題に触れたらいけないような気がしてなりませんと。え、じゃあ5ヶ月間で集めたってこと？え、最近集めたってことですよね。そういうこと？そういうことになるの？集め始めたにしてはなんか季節もね、ちょっと季節外れだよね。セミの抜け殻にしちゃ。何？そういう商売あるのかな？え？セミショー？なんかセミ取引みたいなのあんのかな？何それ、闇取引みたいな。わかんないけど。セミ取引。やだ、怖い。どういうこと？セミの抜け殻になんか大きさとか質とかでランクついてんの？なんか、コレクション、にしてはだって前からそういうコレクションしてたわけでもない、ね、うん、しかもコレクションしてるんだったらもっとなんか綺麗に飾ったりしてそうだよね。そうだ、ピンセットね、うん、なんかピンセットじゃない、ピンセット、ピンセット今ね、なんかあのピンでしょ、ピンセットって言ったね、ピンピン、刺すやつでしょ、標本とかに使う、セットついちゃうとあれだからね、あれになっちゃうから、そう毛抜きみたいになっちゃう、毛抜きだね。なんだろうね、怖い、ワオな本が、いや DVD の入ってる箱の奥にあるってことは、うん、それよりももっと隠していたいことってことでしょ、きっと。いっそそういうワオな本だったらよかったのにね。ねえ。それ見つけちゃったら気になってしょうがないよね。ねえ。セミが好きなのかな、単純に。ああ、それか、おやつにしてるとか。食べてる？食べちゃう。食べる。セミの砂糖がけとか。そうそう。うわ、俺今自分で言って、うわ、なんか。え、だって抜け殻だよ。関係ないでしょ？いや、抜け殻関係ないと思うよ。パリパリって。お菓子感覚。スナック感覚どうなんだろうね、これでも。怖い。聞くのもちょっと怖いね。